Please log in. Administrator. Initializing. Okay. Welcome back, Doctor. 今回の動画では、サイドストーリー、外修理と同時に実装されるオペレーター。今日届いた書類は、ドクターの習慣に倣って整理しておきました。ラベルでカテゴリ分けしてあるので、探す時の参考にどうぞ。先生もドクターみたいに整理整頓ができたらな。うん、忘れてください。失言です。先方オペレーター、ワンチンの紹介及び解説を行っていきます。ワンチンというコードネームの由来ですか？先生が大工場で作った試作品種の名前から取ったもので、広大な田畑という意味が込められてるんです。他には水害に強いという意味のファンラオ3号、成長が早いザオヨウ8号、防寒種のカンドン11号なんかがあったんですが、その中ではワンチンが一番マシだったので。ワンチンは太古にて多くの育種実験で大きな成果を収めた天使フノガクトで、農業天使を務めていました。ロドスには州の紹介を経て訪問学習という形で参加。現在は広報勤務部のオペレーターとしても活動を行っています。遠国において天使という地位は敬われるがゆえに責任が重い職業であり、天使となるには厳しい選抜試験を合格しなければならず、試験を合格するにはオリジニウムアーツの才能だけでなく専門的な知識も十分に備えている必要があります。ワンチンはこの天使府の選抜試験を15歳の時に優秀な成績で合格。その後は上級農業天使の弟子として認められて現在に至ります。このような流れは遠国においてもかなり珍しく、当初はワンチンが何らかの不正を行ったのではないかという疑いの目がかけられていたとのこと。しかしワンチンはそのような疑いを優秀な成績をもって払拭し、天使府で3年間の学習を行った後は一部の作業を任せられるほどの優秀さを見せました。このような話だけを聞くとワンチンは天才の部類に聞こえるかもしれません。ですが実際のところワンチンはどちらかというと学習速度が遅い方の部類で、師匠からは頭の回転は常に周囲よりもゆっくりで、脳に反応して動く手足もそれに伴ってゆっくりだと評されるほど。一方でワンチンは並外れた集中力を有しており、彼は問題にぶつかった時は諦めたり近道をしようとするのではなく、ひたすらまでに解決の道のみを探し続けるというある意味での先駆者としての素質を有しており、これが結果的に優秀な成績につながっています。遠国は農業による生産を強く重視しており、特に太古は最先端の農業研究基地を用いての生産を行っているため、農業生産の一連の流れはほとんどが自動化、種まきから収穫、肥料や農薬の散布のほとんどを機械が行っています。一方で農業生産、ひいては幾万もの人たちの生活の根幹に関わる食料を生み出す農業の研究は機械化された今でもなお続けられており、だからこそ農業天使と呼ばれる専門的な知識を持った人たちが存在しています。彼らは様々な状況でも育つ種を生み出したり、機械化のできない環境での農耕といった局所的な状況でのシミュレートを行っており、だからこそ機械化が一般的となった今でも農業天使は重労働を要する職業だとされています。相手が人ではない以上、厄介な問題がつきまとうのは常であり、それでもなお人々の生活を支えるためには問題を後回しにすることも無視することもできません。その点で言えば、ひたすらまでに問題の解決を図ろうとするワンチンの性格は、問題に背を向けるわけにはいかない使命を持つ農業天使にぴったりな性格と言えるでしょう。なお、ワンチンは今の仕事に対して誇りを持っているかと聞かれたところ、畑作りをしている時は畑のことしか考えられないし、豊作だったら嬉しいのと、みんながご飯をしっかり食べている時を見るのが楽しいだけと、ただ単に農業と真剣に向き合っているだけと感じられる回答をしているので、やはり農業に従事することは彼にとっての天職なのでしょう。ワンチンのモチーフとなっている生物は、昇進2のイラストなどを見る限り、水牛でしょう。水牛はアジアの多くの地域、日本でも特に沖縄で見ることができ、全個体数の実に 95% がアジアに生息しているとされています。水牛といえば獰猛でライオンすらも撃退することがあるアフリカ水牛が有名なこともあり、差別化の意味を込めてアジア圏に生息している水牛は、アジア水牛だったり、インド水牛などと呼ばれています。ワンチンのモチーフは当然ながらアジア水牛の方、なのですが、ややこしいことに野生種はアジア水牛と呼ばれ、家畜種は水牛と呼ばれているので、ワンチン
は稲作に従事しているということから、綿密に言えば水牛の方でしょう。野生の水牛は獰猛な性格が多いのですが、家畜化された水牛は穏やかで従順な性格をしているとされています。そのため稲作においては土をかき混ぜて平らにする作業である白かきと呼ばれる作業を担当し、牛糞は堆肥として稲の成長の手助けとなっていました。現在では水牛や牛を用いての有機栽培は機械の発達によって衰退した技術ではありますが、現在でも石垣島では田んぼ体験としてこの水牛を用いた白かきを行っているようです。ただまあ本州から見れば石垣島はかなり遠いので、見たいと思ってもなかなか行ける距離ではありませんが。先生に確認を取ったところ、もしロドスが天使府の提携案に同意してくださるなら、僕は今後皆さんの農業試験場のアドバイザーとして協力させてもらえるとのことでした。多くの人々のために汗を流している皆さんの理想を僕たちも同志として支えたいんです。ワンチンはサイラッハやエリジウムなどと同じ騎士タイプの先方オペレーターで、自身と同じ配置方向の味方オペレーターを強化する性能を有しています。ワンチンの素質は周囲8マス以内にいる味方の最大 HP を強化し、その味方の配置されている方向、つまりワンチンと同じ向きで配置されているのであれば、上昇する最大 HP の割合がさらに強化されるというもの。素質効果が強化される条件は、配置する方向をワンチンと揃えるだけという非常にシンプルなものとなっており、地上オペレーターは特定の方向に向かせる場合が多いので、お手軽に発動させることができる素質と言えるでしょう。一方でエリジウムやサイラッハのように他のオペレーターの配置コストを減らす効果はないので、ワンチンはコストを主体にしたオペレーターというよりかは天人化のようにサポートを主体にしたオペレーターと言えるでしょう。スキル1はスキル発動後攻撃を停止し、所持コストが徐々に増加していくという効果。スキル名からも分かる通り、エリジウムやサイラッハのスキル1と効果は全く同じ。コスト回収速度に関しても変わりありません。強いてあげるのであれば、エリジウムの配置コストは潜在強化を含めると最小で9、ワンチンは配布オペレーターなので最小でも11にしかならないため、真に最速を求める場合にはどうしてもエリジウムにはかなわない形になっています。ただまあそれはエリジウムを貫突した状況においての話ですし、そこまでの速さを求めるのであれば機種一人でどうにかしようとするよりもバグパイプなどを追加した方が楽なのは言うまでもありません。スキル2はスキル発動中、所持コストが徐々に増加。ワンチンは攻撃を停止し、周囲8マスにいる味方の HP を自身の攻撃力の一定割合分で毎秒回復。さらに配置方向がワンチンと同じ味方は攻撃速度が上昇するというスキル。スキルによるコスト回収速度に関してはエリジウムのスキル2と全く同じ。そして味方回復効果に関しては天人化のスキル2と非常に似た効果となっています。ただし天人化の回復量は自身の攻撃力の 50% なのに対して、ワンチンは 25% とおよそ半分の数値。その代わり天人化は一度に回復できる味方は1体のみですが、ワンチンは周囲8マスにいる味方全員を同時に回復することが可能です。なので簡単に表現をするのであれば、天人化は単体医療、ワンチンは範囲医療といったところ。ただコスト回収能力は天人化のスキル2よりも優秀なので、完全な単体回復と範囲回復の関係というわけではありません。そして3つ目の効果として、ワンチンと配置方向が同じ味方は攻撃速度が上昇します。こちらについてはエリジウムの素質に似た効果となっていますが、エリジウムは狙撃限定の代わりに範囲指定はなし、ワンチンは範囲指定と方向指定がある代わりに触手指定はなしとなっています。そのためエリジウムは狙撃オペレーターに手厚いサポートを提供するオペレーターとなっている一方で、ワンチンは地上オペレーター全般にサポートを提供するオペレーターといった雰囲気。特にスキル2を用いるのであれば、ワンチンの配置方向はワンチンの後に配置するであろう地上オペレーターの向きを想定して配置していくといいでしょう。ワンチンの基地スキルは加工所に関するものが2つ。1つは任意の素材を加工時、副産物の入手確率がプラス 65% されるというもの。副産物の入手確率は一般的に 70% がよくある数値で、 70% 以上が優秀な数値とされるので、ワンチンの副産物入手確率は低めの部類といえます。もう一つの加工所スキルは、同じく任意の素材を加工時、体力消費が4なのであれば、1減らして3とする効果。つまり、ワンチンは上級素材を加工生産するとき、副産物入手確率が 65% となり、体力消費が3になるというわけです。加工の対象を制限しないという点では優秀ですが、各素材に特化したオペレーターが多く実装されている現在では、大量の素材を一度に加工しない限りは、ワンチンを基地で用いることはほとんどないでしょう。
余人が俺たちの痕跡を覆い隠してくれるさ。高精度システム構築完了。調査ポイントも確認済みです。依頼内容は周知した。自らが見渡す限り戦場だ。どこに逃げるつもりだ。はい先生。強風愛を受け、直ちに雲霄に登る。あれだけ言ったのにね。ご要望を一帯の安全が確認されるまで僕はここで調査を続けます。複雑な地形ですので、しっかりと僕の後に続いてください。惚れ惚れするような腕前ですね、ドクター。え、さっきはどこにいたかって？それはもちろん皆さんを信じてずっと応援してたんですよ。大工場で採れる野菜や穀物はよそのよりも口当たりが良くてとても美味しいんです。もしドクターの都合がつけば大工場でおもてなしさせてください。ロドスに食料を下ろせるか。それはお役所に相談してみないと何とも。僕が勝手に決められることじゃありませんから。